僕らもあのお医者さんを選ぶときにやっぱりどこがいいかわからないように、あの患者さんの皆さんもやっぱりわからないとは思うんですね。で、まあ、今はホームページとか、もう作られている医院が多いので、まあ、その中で、まあ、自分の価値観に合うかどうかっていうのをまず判断していただいて、でもやっぱりその口コミですかね、そこの院に来ていらっしゃる方のご紹介とかですね、いうのが、まあ、一番確実だとは思うんですけれど、そうですね、まあ、家族が行ってるとか会社の方が行ってるとか、まあ、そういうところで、ただそういう紹介があったとしてもですね、やっぱり所詮やっぱり人と人なので、まあ、先生との相性であったりとか院の雰囲気が合うか合わないかっていうのは、まあ、実際行ってみないと残念ながらわからないっていうもあります。まあ、今後やはりその歯科医院っていうのが、非常にこう判定というかですね、その、だんだんランクがこうつけれるような、あのその評価制度というのが出てくるような気がしますので、まあ、そうなれば患者さんもすごく分かりやすくなるのかなというふうには思いますが、やっぱり最終的には、まあ、ここが絶対一番いいっていうのは残念ながら今のところちょっとはっきり分からないんじゃないでしょうか。